初回の配信が2月27日、うん、いい加減だろ一人でずっと喋ってください一人でずっと喋るって何を増えてんの見てる人は増えてますあ人生相談コーナー作る、はい、いや来たらいいねよくこれが続いたなってのが驚きではあるねはいいい時間帯ですね原ひろみです J リーグ TV 今週も始まりますこの番組もう初めてちょうど1年が経ちました、うん、あれ去年のさ開幕から始めたんだっけよく続いたね、はい、もうすぐ潰れんじゃねえのって言ってたんだよなこれ見る人いんのって言ってた記憶ある、はい、僕もあれ1週間に1回ずつやったんだっけそうです大体さなんか最初はこのやるときガッケーが言ってさ一人で喋ってくださいってこれ一人で喋るの大変だぞってお前がなんか聞けよってで俺が話すからみたいにしたのだってそれで決めたんだもんそうですねだからいい加減だよだってあの時さ一人でずっと喋ってください一人でずっと喋るって何をみたいな感じだっただけどやっぱ結局こうやって語りかけるような感じのが俺はいいと思ったから、はい、これを一人でじゃあこれはこうですよねこうですよねっていうのはなかなか難しいからまあでもガッキーも声だけ出演っていうのが良かったんじゃないですか。ああはい、そうですか。よかったね。だからそれでまあやっぱりこうやって自然な感じで喋る。はい。ドロキはやっぱりその割と子供の人たちとかさ、そういう人から声かけれるのは増えたかもしれない。そうですね。会場行ってもそうですよね。そうだね。初回の配信が2月27日でした。うん、去年のだから開幕の後か。はい。ああ。忘れちゃった。セレッソ対神戸。あのフライデーナイトで満員で始まった、はい、あそこの後か、はい、あの週の後の週明けに撮ったのね、はいまあ、それが第1回目こんな形でしたはい皆さんこんにちはいよいよ2019年の J リーグも始まりましたそして今日からなんと J リーグ TV も始まりました J リーグ TV 始まりますという感じで一人しゃべりそれではまず初回は一人喋りだったんですよそうだっけ2月22日のフライデーナイト J リーグセレッソ何のほぼ打ち合わせもなしにやりましたね大体さこれつけてんじゃんそうですね、はい、そういうの気使えよ成長しましたね我々も本当に普段よりこうちょっと出足が早いっていうかこれでもうこの時は清原さんの話でああそうかこの時でいただからいろいろ直してきてんだな懐かしいな懐かしいですねこうやってみるとああ懐かしいこれが第1回目だったんですああだから結構俺だけで喋ってた感じだけどでもやっぱりこうかけなんかこう言ったり聞いたりっていう方が自然じゃねえかっていう風にしたんだよなでまあ YouTube っていうのはそんなに俺も分かんなかったけど、はい、あのむしろ今テレビよりもねその好きなのを見るっていうのが増えてて、ねはい、特に若い人たちなんかはもう好きなのを好きに見るみたいな感じが、はいはい、これで少し俺も分かったのもあるし、まあでもチャレンジしてよかったのかな増えてんの見てる人は増えてますあ、これをきっかけに J リーグチャンネルを登録してくれる人が非常に多いのでそれはすごいありがたいなんかその 2,3 週で終わんじゃないかって思ってて最初はね一応まだあんだみたいに思ってたけどなはいでいろんなコーナーもありましたねまあいろいろやったな、はい、例えば J リーグの楽しみ方とかクラブも熱い J タも熱いこういうのもあります日本一の温泉パラダイス大分トリニータ編です。あと大分といえば、まあ、グルメとか、うん、温泉スポットがたくさんあるんですけども、うんまあ、こういうところも見に行ったついでにまあいいとこだよね食べ物もうまいしなこうやって J リーグの楽しみ方の記事を見ながらちっちゃい無料なんだか紹介したりもしましたいくら払えばどこでも入れるみたいなそういうのあるんだよな関アジ関サバ関サバ有名だけど関サバって今はアジですとか言われてあじゃあ関アジってそういう企画を出してよ大分の試合の前に関アジ食ってさ温泉入ってそこに指原さんも置いたんだみたいなさあとは質問コーナースタジアムで観戦するとき、ね、どの位置から見るのが好きですか。どこから見ても楽しいけどいろんなところで見てみたらいいかもね。あの高い席だからいいっていうわけじゃなくて、はい、それはちょっとソファーが柔らかいっていうだけかもしれないし、はい、あのよくあの最近質問があまり来なくなっちゃったのでどしどし送ってほしいですね。運動しながら見てるあれ誰の質問コーナーで答えてねえからじゃないの
だからそれ常に今週こんな質問があって、はい、一つの質問はあのなんか面白い質問があったら答えますよとかって言えば来るけど、ね、こっちから一方的にやってるだけだから質問コーナーみたいなのが一つ絶対あれば言ってくるかもな。人生相談とかも面白いですよね。あ、いいよ原さんに。そっちの方が俺得意かもね。ですよね、恋愛相談。俺なんかさ、よくあのラジオとかでさ、はい、あなたはこういう時どうしますか、はいはいはい、とかってなんじゃん、はい、あ、俺だったらこうだなみたいなあるもんねじゃあ だけど一応まあ長くは生きてきてってさ、はい、別に偉そうに言うわけじゃないけど俺はこう考えたいなみたいなのあるじゃん、はい、うん、だからそれは人生相談、人生相談コーナー作る、はい、いや来たらいいね。需要があるかサッカーに関係なくさ、はい、一応長く生きてきた先輩として、はい、それはこれでいいと思うよとかさ、はい、あるじゃん。そうですよ、それも新しいコーナー作ろうよ。人生相談コーナーをつけて、うん、そういう人生相談、そうそう、相談とかもどうしろし欲しいですね。俺が相談してぐらいだよ。俺も相談していいのかな俺も相談してそれに答えていい答えを紹介するとかさ、面白いですねそれは。であと一押し情報なんかもありましたね。一押し情報は、はい、これも視聴者からの。ああ、だからそれ言ったもんね。そうですよね、俺それでパフェ食ったよ、はい、それ以来パフェ食ってないありましたね。それ早めに行ってさ、飛行機だかなんかも一つ早めに行ってさ、それ行った、はい、そんなとこにおじさん一人で行ってさ、なかったよこれ。これ食ったんだから本当に40センチぐらいありますよこれ一人では無理ですよね、一人だったら普通ですねって言われて一番大きいやつじゃないんだろう。だけどそれ神戸食うのも結構大変だったよ。そうだ、美味しかった、食った、ありましたね。ああ、それ覚えてるかな。あとは選手の履歴書。履歴書、はい、誰、岐阜の武田選手です、うん、武田ってあれ選手会入ってるぞ。そうですね、武田忠選手の紹介コーナー。出身地マレーシアか。そうなんです。あ、マレーシア人紹介コーナーではね、はい、もうマレーシア人武田ってなんだろう、意外な一面がある選手。その踊りだかなんだかうまいんだよな。 J リーグ屈指のジャニオタディフェンダー、この武田選手はジャニオタということで紹介したい。スマイフット2っていうのこれ。そうだね、まあ、そういうのもありましたね。あった、はい、でもそういう一面とかさ、だからそれもこんな選手がいて、こんななんか趣味だったりさ、うん、こんなことに本当に得意だったりみたいなのあればね。そうですね、言ってもらえればそこを取材に行くっていうのもあるんじゃないか。いろんなゲストも来ていただきましたね。ゲスト、そうだね、初めてのゲストはビビ君か。初めてだっけ。そうです、ビビ君優しかったね優しかった記憶ある。じゃんけんは最初に V を出す。あ、 V? でグー出せば勝つのこっちが。じゃあ、じゃんけんはちょっとビビ君有名だもんね、可愛いからね、はい、あれ、あれ、最初はグーでちょっと、なんだっけ。あとはですね、中町さんも。あ、中町もあれどこだっけ、ザンビアだっけ。ザンビアから、ザンビアから帰ってきてるんだね。なんかな、かっこいいやな、はい、な、どうしてまだやってんかな、ちゃんと。やってますね、やってんだ。このザンビア、まあ、チームもそうですけど、石川奈緒さんも。あの、かっこいい人しか来ないんだよ、ね、そうです。あ、嬉しいな。そうだったね、奈緒もまあいろいろクラブ、なんだっけ、コミュニケーターとかでやってて、こういう人が増えてきたかね。どうも、イケメンです。ワッキーは本当に見てんだね、Jリーグをね、それは感じた。こんなに言って威張るの年末もやってたよね、はい、いい時間帯ですが、なんか俺よりうまく言ってたあれってこれ俺の言葉じゃなかったでもいいじゃん、時々俺もいなくなるときさ、はい、そういなくなったらワッキーがやればいいんじゃねえのって思ってたけど、まあ、それはそれで、はい、あ、安も来たよな。はい、そうですね。そうだ、この前もなんか来てたよね。あ、そうですね、うん、まあいろんな人に、ね、だからもっといろんな人に出てもらえたら、出た方がいいよね、出てもらった方がね。だってゲスト頼みだから、その場合な。そうですね、トーレスさんも。あ、トーレス来たね、本当に来んのかとか言ったら来たよな、はい、あれはやっぱり見た人多かったの。多かったですね、かっこよかったの、はい、あ、なんかさ、飯今度来たら、また来たら飯食いに行くよって言ったら本当に来んのかな。来たら本当に連れていかなきゃなんねえな、ぜひその時は僕も。日程くんも、日程くんは割と人気だったんでしょ今日程くん大変だぞ、もう回んないんじゃないか、普通に言うと。目立たないとこからこういろんな情報を集めてな。まあ決して器用なタイプじゃない。あ、マキも来たね、まあ、俺似てるような感じ、はい、来たね。原さん、ちょっと僕をそっちからこう、うん、なんか蹴落とそうとしてますね。という形でいろんなゲストの方も来ていただきました。で、原さん、僕は忘れられないのは、うん、
原さんの特集会、これを見れば原日の海の全てが分かる。あれまた、そうだ俺、そうだね、あれまあまあの特集したんだよね、はい、してくれたんだよね。だいぶ掘りましたよ、まあね、そう、はい、もっと映像あんだけどな、本当はな、古いのの、うん、そうかもね、はい、あれ反応あったの、あれで、あのまだ知らねえもんな、そこそこありましたが、その8月ですよね、これ配信したの。それよりも今の方がファンが増えてるんですよ、Jリーグ TV の視聴者が増えてるので。ああそうか、また出してやってるじゃん、まあ、そうですね、こういう形でこういう回もあるので。田口さんいるじゃん、今はなき、はい、ぜひ見ていただきたいです。これを見ると原さんの全てが分かりますから。そうだね、そうだね、だって若い人たちは原さんの過去を知らないですもんね、あまり。お父さんだから、お父さんかおじいちゃんぐらいだよね。ですよね。だから国立競技場がこんな時って知らねえだろう、ね、で、いまだに高校の時は見に行ってましたっていう人もいるよ。森さんとか岡村さんとか、こんなぐちゃぐちゃのグラウンドでやってた時もあったね。得点取った後の原さんの喜び方がちょっとかっこ悪いなって思うけどな。でも誰もいねえな、あんな喜び方今でもな。これもう父さんね、次の日8行ってと思ったけど。こういうところは良かったのかもね、うん、また頼みますよ、またね、はい、リバイバルでやってよ。で途中から原散歩なんていう、ああやったよな、はい、企画も始まりましたね。やっていいんだけどさ、だから写真撮れないよねこれ。そうですね、俺が自分で撮るのがなかなかできなかった。課題が分かったのは、これやると原さんが自分の写真撮れないっていうのが撮れないよ、はい、まあでもいいよ、あのいろんな人とね、このシールな、シール思ったより好評だったね。ですね、ちょっとこれ人気あんのかと思ったけど、あの内定も決まったことなので、うん、増やす、量産します、はい。確かに。でもなんかサポーターもさ、こっちでこういうフラッグの準備してるんで、ね、よかったら顔出してくださいって、なんかどこにあんだとか言ってさ、はい、もうねえかって言ったらあったんだよな、はい、こっち逆から行けばすぐだったのにぐるーんと一瞬回ってきたっていうのは覚えてるわ、はい、うん。原散歩は、うん、あの好評なので。そうなの、はい、やはり。でもやっぱりこういう雰囲気とかさ、はい、あのそれを伝えてあげてっていうのが一番リアルでね、うん、あのダゾーンとかでパッパッて映るだけじゃなくて、ね、実際こういう人たちとこういう、ね、雰囲気っていうのは伝わるもんね。これがリアルですもんね。ああ、はい、そうだね、はい。なんか思い出のシーンとかありますか、これ1年やってきて。1年、はい、思い出のシーンというか、よくこれが続いたなっていうのが驚きではあるね。で最初はなんかさ、あのジャッジリプレイ見てますよみたいな人がやっぱり多かったんだけど、まあ、最近というかここのとこは J リーグ TV 見てますよみたいな人が結構多いですね。ああそっちの方が多いかなっていうぐらいではあるし。なんか始めてみて良かったこととかあります？こういろんな人とこうよりね、今までもこう割とオープンにやってたつもりだけど、それ以上にこう声かけてくれることが多くなって、うん、特にサッカー場とかさ、そういうとこに行くと当然ね、そういう人も多いのもあるんだけど、うん、そうじゃないとこでも急になんかあれ友達かなと思ったら、ディレクティブ見てますみたいに言った方みたいなになるから、そうだね、常に謙虚にいないと。また違う年代の方たちにも認知されて。そうだね、だから若い人たちから声かけるの多くて、ね、まあ前とか俺らよりちょっと下だったりさ、はい、する人はもう見てましたよとか言われるのが多かった、はいはい、まあ同世代ももちろんなんだけど、はい、でも世代が圧倒的にこの J リーグ TV とジャッジリプレイのおかげで少しこう若返ったのは事実だし、うんうん、それは嬉しいっていうかね、ありがたいっていうか、それだけ J リーグに興味を持ってくれてる人が多いなっていうのはあるかな、うんうん。で2019年は合計67本、うん、撮ったの、はい、で原散歩3本、原散歩増やすか。そうですね、という形で1年を振り返りましたけど、早いな、はい、1年な、早かったです。まあでもそうか、あとにそうだね、またやれることになったのね、なったので、またマッキーに頼むしかねえかと思ったけどな。またこれからもね、J リーグ TV はそうだね、はい、まあ、あのいろんなことにチャレンジしたいし、やっぱり質問コーナーはあの必ず1個は毎週なんかあの入れるか、はい、なんかこういい質問とかさ、はい、あるいはこっちから問いかけてこうなんかやり取りがもうちょっとあった方が、ね、一方的に話すよりもこれやってほしいみたいなのに答えれば、はい、あのそれがあのいろいろ出てくるかもしれないな、はい、うん、はいはい、今日はありがとうございました。
イチオチ情報や質問はいつでも募集しております。ハッシュタグ J リーグ TV をつけて投稿してください。また次回お会いしましょう。はい、チャンネル登録はこちらからお願いします。